皆様ごきげんよう。ガチのやっとお久しぶりでございます。ガチのやっとの方はね、ちょっとね、なかなかね、もう集まることもなくなりましたし、なかなかね、ちょっとね、僕一人ではね、回しきれない部分がありまして、まあ前回はロックとのコラボですか、ステイゴールドの愛についてですね、語っていただいたんですけども、まあ今回なんですけど、この、去年の春秋はやったんですけど、今年のね春はちょっとバタバタしてできなかったんですけど、久しぶりにですね、この秋ですね、なんとあの馬券王決定戦を、やりたいと。はい、ということで、まあ僕がね、よくふわっとやっとチャンネルの方で、まあ、たまに出ていただいて、まあ、よくね、あのご飯食べに行ったり一緒に競馬行ったりする、国尾さんからですね、まあ、先日、ご飯食べに行った時に、今回やれへんのみたいなことを言われて、いや俺どっちでもええけどなーって言ってて、まああれ、まあ当たらんけどおもろいしええんちゃうみたいに言われて、まあほんならみんなに声かけてみるかって感じで、今まあ国尾さんと、こうちゃんゆうくん、この、3人だけには言ってて、まあ僕含めて今4人ですね、やろうかなと、はい、あの思ってます。でこれからね、あのこの動画の前後ちょっと分かりませんけど、まあまだ声かけて、やっていこうかなと思うんですけど、まあ、今回が第4回になるんですかね。過去の優勝者はチャイルドフットつとむちゃん、でガチのやっとこうちゃん、チャイルドフットつとむちゃんということで、はい、3回やって2人しか優勝してないということで、まあ今回もね、まあとりあえず天皇賞秋、ジャパンカップ有馬記念、この3つは、対象レースとして確定、しております。で、まあ、この3つだけだったらちょっと面白くないんで、もう1個、なんかやりたいなと思ってて、それが、開幕戦をですね、10月1日のスプリンターズステークス、ないしですね、10月1日、夜ですね行われる凱旋門賞、こちらを第一戦にしようかなと、はい、思ってますんで、これ緊急です。はい、皆さんどれだけの方がねご参加いただけるか分かりませんけど、これをご覧いただいた方ですね、参加したいなと思われる方はぜひねご連絡、インスタグラムでもいいですし、まあ、個人的な、まあ、LINE 知ってる方は LINE でもいいですし、はい、ご参加いただければなと思います。はい、でルールなんですけど、1万円分実際買わなくていいです。1万円分の予想をしてください。例えば単勝1万円でもいいですし、馬連1000円の馬連10点で合計1万円でもいいですし、3連単100点での1万円でもいいですし、何でもいいです。1万円分です。はい、の、予想を、いただいて、それを公開して、当たった当たらなかったっていうのがまず一つと、対象4レース考えてるんで、この4レースのうち回収率の一番高い方が優勝と、はい、させていただこうかなと思っております。はい、まああの的中、まあこの4レースなんで的中払い戻し合計額でもまあいいんですけど、まあ一応ね、あの競馬ってまあ言っても、まあ回収率高くてなんぼなんで、回収率でいこうかなと、はい、思ってます。なので、1万円使わなくてもいいんです。5000円分でもいいです。はい、全然問題ないです。はい、まあ回収率なんでね、あくまでで上限1万円分なんで、はい、まあ、その辺はね、あの考えていただいて、はい、あの予想していただければなと思います。はい、まあそんな、だから第4回馬券王決定戦になるんですかね。はい、まあこれをね、この秋やっていこうかなと思ってますんで、皆さんぜひ、ご参加並びにですね、ご期待いただければなと思います。まあそんなこんなでですね、まあ今日、9月の18かな、まあ、それぐらいなんですけど、まあいよいよね秋のクラシックの、トライアルも、昨日ローズステークス、今日セントライト記念、先週がシオンステークスか、終わりまして、来週が神戸新聞杯ということで、これでまあ秋のクラシックトライアルも終わりと。まあいよいよね、本当にあの秋の G1 シリーズ間近になってきました。でこれね、競馬人あるあるやと思うんですけど、なんかスプリンターズステークスで G1 が始まって、まあ、その後は1周空くかな、まあね、そこからだーっと、続いて、でどっかでも1回空くな、宮古ステークスかなんかの週がなかったんかな、G1 が。で、その1周空いて、また有馬記念
までダーッと行って有馬記念終わって2日後か3日後にホープフルステークスという流れなんですけど、これ競馬人あるあるとしてスプリンターズステークス始まれば1年すぐ終わるっていうだから10、11、12、2月ってめっちゃ早いんですよ。マジで早いんですよ、ほんまに。あのスポーツ新聞見ても毎日 G1 のね、どういうんですか、記事とか、G1 の、まあ、金曜になったら、まあ、もうないし金曜ないし木曜になったらもう馬柱が出たりとかで、土日はレースがあって月曜日はレース結果とかバーッと載ってたりとかで、火水木はもう調教とかね、そんなのが載ってて、まあ10月11月12月で競馬やってる人間にとってはね、ほんと早いんですよ、はい。で僕もまあこの何月やろう、この春の G1 シリーズぐらいまではもう僕ほんまアホなんでずっと競馬やってたんですよ。もう朝から、1レースから、最終レースまでずっとやってたんですけど、最近ね、勝ってもメインレースぐらいっていう感じで、はい、もう競馬なんか一時期っていうか、もうほんま人生の半分ぐらいほんまずーっとやってたんですけど、なんかね最近はちょっとまあいろいろ思うところもあったりとか、まあ別に競馬が嫌いになったとかそんなんじゃないです、全然競馬への愛は変わらないんですよ。でもまあいろいろ思うところがあったりとか考えることがあったりとかで、まあちょっと、この3ヶ月ぐらいは競馬から、僕からしたら多分一般的には普通だと思うんですよ、 G1 買う、メインレース買うっていうのはね、僕からしたらもうほんま競馬から離れたなっていうぐらいの勢いでしか買ってなくて、まあでもやっぱり G1 が近づくとやっぱちょっとワクワクするし、例えばね、あの秋華賞だったらリバティアイランドが牝馬三冠取るんかなとか、まあ取るんでしょうけど、まあ、今の時点で言うときますけどね、取るんでしょうけどね、リバティアイランドが。でまあ、イクイノックスが、どっから始動して、まあ、多分大目標はジャパンカップ言ってたんで、まあ、じゃあ、イクイノックスがどんな勝ち方するんかなとか、もしくはリバティアイランドがジャパンカップ出てきたら金量軽いしイクイノックスとええ勝負するんちゃうかなとか、まあ、ドーデュースが、天皇賞秋で復帰するんやとか、まあ、タイトルホルダーの復活はあるんかとかね、まあ、いろんな、思いがね あって、まあ、楽しみやなって、はい、今は思ってるんですけど、まあね、競馬もまあまあ、まあやめはしないとは思うんですけど、まあまあ、楽しんでいこうかなと、はい、思ってます、はい。まあ、あとは一口馬主の方はね、継続的にずっとやってて、まあ、今、シンティレーション、アルゲンテウス、チェルビック、ストロングタイズでジュベルアリの22ということで5頭ね、所有してるんで、まあ、これからもね、活躍してもらったらなと思いますね、はい。でまあ、シンティレーションは、前走、予定してたレースをこのまぶたを切って、ちょっと縫合したんで回避して、まあちょっとまあ調教もねもう北海道で、再開してるんで、まあこの秋競馬どっかでは出てくるんじゃないかなと、はい、思います、はい。でアルゲンテウスはちょっと、男性のシンボルを直近とされたんで、まあちょっと落ち着きも出てきたみたいで、うん、まあ、今後、復帰してくれるんじゃないかなと思います、はい。でストロングタイズはちょっと足骨折して、まあ、そんな大きなものじゃ多分ないと思うんですけど、まあ、デビューはちょっと伸びたなと、はい、思います。でチェルビックは今北海道で調教進んでて、10月中に、立東の方に、あ、立東じゃあ信楽、ノーザンファーム信楽の方に移動して、で立東トレセンに入る予定となっております、はい。でジュベルアリの22は順調に成長しております、はい。まあ、そんな感じで、ちょっとね駆け足で、来ましたけど、とりあえず第4回、馬券王決定戦開催ということで、はい、皆さん、また参加者が誰になるのかとかですね、誰が優勝するのかとか、またご期待いただければなと思います、はい。そんな感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。